今月27日投開票の衆議院選挙に向け、小選挙区の立候補予定者に対し説明会が開かれました。今回の選挙がきれいで明るい選挙となりますよう、格段のご配慮をお願いいたしまして。県庁で今日開かれた説明会には、県内の小選挙区に立候補を予定している政党や無所属など各陣営の関係者らが出席しました。担当者からは、立候補の届け出に必要な書類の書き方や街頭演説での注意点のほか、今後の日程などについて説明があり、出席者は書類を確認するなどしていました。ミスのない状態で確実に進めていくと、執行していくということを今頑張っております。衆議院選挙は今月15日に公示され、27日投開票です。